A、ペンネーム金箔さん、はい、透明人間になったら何する？透明人間になったら、はい、透明人間になったら、うん、いきますよ、はい、せーの、飛び降りいく。はい、お母さんが飛び降り、飛び降り、うん、なんで透明人間になったら飛び降りても大丈夫とかないよ。わかんないじゃん、実体がないからさ。実験に使うの？そうそうそう。自分の身を挺して危ないから絶対ダメだって。血とか出るのかなとか。あ、そっか、透明になった時に血が出た時にどうなるんだ。そうそうそう、血も透明だったらわかんないじゃん。確かに。わかんなかったらわかんないかもしれないじゃん。すごいな、なんか哲学真っ赤で歩くことになるかもしれないですね。そう、あ、ね、すごくないそれ、うん、カーラさんが、私何も考えないで身を任せたら4文字じゃない、覗きって言ってた。でも、ね、自分で恐怖だった。でも同じ、おな風呂。おなごの風呂にやっぱりね、男はね、誰しもそれを。覗きは何を覗くの、ちなみに。わかんない、別に身を任せて言ったら覗きって言った、誰でもないし、別にお風呂でもないし、なんかいやらしいことを考えてたわけでもない。いやでもね、これはね、きっとね、深層心理が出ますから、うん、多分小原さんドスケベなんだと。ダメで、ドスケベなんだと。ね、ドスケベ同士一緒にのぞきに行こうぜ。イエーイ。じゃあスケベな小原で今年やっていこう。いいのそれね。ごめんね。